皆さんこんにちは。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログは変わりつつあるマネジメントというテーマでお届けいたします。先日ですね、こちらの言いますかね、同友会大学というものに参加してまいりました。この同友会大学というのは、新潟県中小企業家同友会という経営者の団体がですね、主催でやっているものです。経営者の団体なので、経営について何か勉強だったりとかセミナーをやると思いきやですね、実はちょっと違いまして、もう少しアカデミックなですね、学術的なことを学んでいこうというですね、趣旨のもと始まったのが同友会大学です。今年度のね、今年5年目になるそうなんですけど、今年度のテーマが人間とは何か、科学で見つめる信頼の本質というですね、非常にこう、わかるようなわからないような、なおかつですね、ちょっと難しいかなというような印象を受けるかと思います。第1回目はですね、人間社会学というのを行ったんですけども、新潟大学人文学部の准教授であるですね、宮崎祐介さんという方がですね、約2時間半にわたって講義をしていただきました。で、この中でですね、現代社会から考えるですね、自由、権力、管理社会の現在というお話をしていただいたんですけども、これどういうことかって言いますとですね、我々の社会っていうのは、いわゆる、こう管理されてるっていうか、そういうことなんですけども、まあ、権力によるその自由とかね、そういった言葉が溢れてるわけです。それで、全近代的ですよね。そういった時の権力っていうのはどういうことをやったかというと、要は強者によるまず権力を持ってる人がいます。そして弱者がいますね。で、強者が弱者を支配するんでありますけども、これはもう絶対的な力で、すごくわかりやすい例で言うと、例えばこれ処刑だったりとか死刑ですね。しかも公の場でそういうことを見せつけていく。によってですね、権力者は権力を見せつけるっていうことをするわけですね。こういったことで弱者と強者があって、こう管理がされていたと。では、それより先に行って、近代的な権力はどうなったかというと、もうすでにですね、全近代のようにですね、要は暴力だとかそういうことでの支配がなくなってきたわけです。ではどうなったかっていうと、ここではディシプリンっていう概念ですね。これは規律とか訓練による権力というのをね、おっしゃったんですね。わかりやすく言うとですね、規律って言いますが、訓練、しつけとか風紀とかね、道徳とかっていうのがあると思います。で、我々企業に置き換えると、ラジオ体操っていうのは朝やりますね。あとは挨拶のね、接客7大用語の練習とかね、そういうのを毎日行うわけですけども、そういうのも実はこのディシプリン、身体を通じて何か価値観をですね、こう、自分でこう植え付けていくっていう行為なんですね。これが、近代的なものということなんですね。では、現在はどうなっているのかっていうので、ここでですね、私驚いて、というか、まあ、知ってたんですけども、きちんとこういうことを言ってた人が今から20数年前にいたというね、ジル・ドゥルーズって方がいたんですけども、まあ、ポストモダンですよね。その、コントロール社会というね、名前をつけていたそうです。じゃあ、これはどういうことかっていうと、実際にですね、管理されてるのかされてないのかわからない。例えば、アマゾン、ありますよね。ネットでね、本を買ったりとか、いろんなものを買ってる人がいると思うんですけども、ここでは、例えば本を買うと、この本を買ってる人はこの本を買っていますっていうで、おすすめの本がね、もう一冊出てきたりとか、何冊も出てくる時があります。あれ一つをとってもですね、実は、アマゾンのシステムに我々がコントロールされてるのではないかと。そして我々は、例えばネット、ネットですよね。ネットで検索をするっていうのは、能動的に何かを、情報を探しに行ってるはずなのに、実は、その先のですね、相手方の方に情報を全部記録されてるってことなんですね。
アマゾンなんてまさにその通りで、我々がアマゾンでどのページを見たかっていうのを全部データ化されているわけです。で、それに基づいて、いろんなものを進めてきたりとかするわけですよね。まあ、すごく簡単に言うとそういうことです。さらには、例で言ったら、キセル。キセルっていうのは、要は無線乗車ですね。電車の。昔はよくできましたよね。なぜできたかっていうと、切符を切るですね、職員の方がいて、切符を一枚一枚こう切ったりとかしてたので、まあ、キセル乗車っていうのも できました。さらに、無人の駅がありましたよね。無人駅。ですから、無人駅で切符を買って、乗ってですね、そして無人駅で降りるとかね、切符を買わずに乗って無人駅で降りるっていうことが、その昔はできたんです。だから、キセル乗車がってはあったってことなんですね。ところが、今どうなってるかって言ったら、自動改札ですよね。自動改札があるので、はっきり言ってキセルは、無線乗車は不可能です。ですよね。で、そのこと、無線乗、ですからどういうことかって、無線乗車を、しようっていう人っていうのは、まあ我々のね、ような50代以上の人は無線乗車過去にね、昔のこと知ってるんで、そういうのがあったというのはわかるので、いいんですけど、若い人はもしかしたら、無線乗車すらわからないってことが起こりうるわけですよね。うん。で、昔無線乗車ね、やってたっていうのは、じゃあ無線乗車する人をどうやってコントロールしたかっていうと、それは口で眺めるしかなかった。なんで無線乗車するんだ、無線乗車するとこんなに悪いことなんだぞって言って、要は口で伝えるしかなかったわけですね。ところは今は自動改札によってですね、まあ伝えるどころか、もうそもそもが無線乗車ができないようになっています。まあ、だからその辺がもうすでにですね、コントロールされているのではないかということなんですね。これがコントロール社会ということになります。あとはですね、例えば GPS ですよね。こんな話をしていました。GPS とかクレジットカード。GPS は我々が道がわからないと言って情報を探しに行ってるにもかかわらず、実は全部ですね、こういう人が、相手方からしてみると、GPS からしてみると、おお、なるほど、ここの長谷川っていう人が、ここの道を探しているんだなって情報が記録されて、ビッグデータになっちゃうんですね。よく聞きますよね、最近ビッグデータ。そして記録が残る。で、さらにそのビッグデータを、分析してですね、商売とかいろんなものに使おうという動きがあります。まあ、これも一種のですね、コントロール社会の現れではないかなということで、権力、このコントロールしてるですね、見えないですね、この権力があるわけです。まあそんなことでですね、この権力がですね、時代によって様々に変貌を遂げてるって話を、同友会大学で聞くことができたという話でした。まあ皆さん方もね、たまにはこういったアカデミックなね、哲学の話もですね、聞かれたり本を読んだりすると刺激になっていいんではないかなと思いました。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之でした。今日もコメントよろしくお願いします。そしてこちらに秋内はカドカドチャンネルの登録のバナーが出てるかと思いますので、こちらをクリックして登録の方もよろしくお願いします。